B-10 をアフト上空を飛行する B-10BMA、B-10 はアメリカのマーティン社が開発しアメリカ陸軍航空軍などで運用された爆撃機。アメリカ陸軍航空軍が採用した初の全金属製単用爆撃機である。B-12、B-13、B-14、A-15、O-45 といった派生型もあるが、 設計上はあまり差異が見られない。B-10 はマーチン社の自主開発機として1930年より開発が開始された。開発当初は社内名で123型と呼ばれていた。胴体内に爆弾層を設けた全金属製の創発機で当時としては斬新なスタイルだった。原型機は1932年3月より、 陸軍航空隊において試験が開始された。原型機は最高速度時速 317km を記録する性能を示したため、1933年に YB-10 として48機が発注された。YB-10 が15機生産された後、残りはエンジンを強化した YB-12 や XB-14 に変更された。 量産型の納入は1934年半ばより始まりパナマやハワイ諸島の部隊に配属された。生産は1937年初めまで続き121機生産された。しかし収益後間もなく旧式化してきたため1939年頃にはアメリカ陸軍の第一線から退いた。1942年に撮影されたオランダ軍で 使用される本機本機は1936年に輸出許可が出たため各国に輸出された。輸出型は社内名称で139ワット型と呼ばれた。本機を最も多用したのはオランダで、オランダ領東インドイコール後のインドネシアを中心に100機以上を配備した。またアルゼンチン、中華民国、トルコ、タイなどにも輸出された。中国では バテ式銃とキサ作機と呼ばれた。日中戦争中の1938年5月19日、中華民国空軍に所属する2機の 139WC が、ネーハの基地から日本の九州上空に飛来し、火事渡る作成によるビラを散布した。当初は、フランス人義勇パイロットの操縦で、鹿児島に焼夷弾を投下する計画であったが、重量と、 航続距離の関係で往復できないために却下され、ビラ10日に留まったが、日本本土に敵国の軍用機が侵入した史上初の事例となった。第二次世界大戦開戦時にはすでに旧式化していたが、オランダに輸出された機体はアメリカ機として初めて大戦に参加した機体になった。1942年には、 フィリピンに配備されていたアメリカ軍機の一部が完全な形で大日本帝国陸軍に露飼され、その一部が日本本土に輸送され、試験に使用された後に羽田飛行場などで一般展示された。マーティン社が試作機として計画したもので、XB-10 の前身、陸軍航空隊向けの生産型、計1 6 5機製造、輸出用の機体、 計100機製造。この他に、ボルネオ島のジャングルで発見された B-10 の様々な部品が、オランダの軍事航空博物館で展示されていたと、される。博物館は現在、東海合で、国立軍事博物館となっており、期待の行方は不明。ありがとうございます。